ろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。川選手、こちらに、はい、来ていただきまして、お二人、香川選手が2年ぶりに再会を果たしたのは横浜 F マリノスの中村俊輔選手。中村選手はワールドカップ2大会に出場するなど、2003年から不動の10番として日本代表を背負って戦ってきました。そして現在、その後を継いで10番をつけている香川選手。10歳以上年上の中村選手は、香川選手にとって代表のエースナンバー10を象徴する憧れの存在です。まあ、本当10番って僕が小さい頃から思うのはファンタジスタみたいな、本当俊介さんみたいな、そういう司令塔っていうんですかね。まあ、僕純粋にかっこよかったですね、本当に。うん、やっぱり代表でも何回かやらせてもらって、やっぱ俊さんは、まあ、やっぱりのチームだったというか、まあ、もうそういうイメージでいたので、だからすごくやはり俊さんの10番というのはすごく目に焼き付けてますよ。その憧れの中村選手は日曜日の試合で J1 最多通算18回目となるフリーキックから直接ゴールを決めるなど、いまだキックの名手として健在。実は2年前、香川選手はスポーツメーカーの企画でその中村選手のキックの凄さを目の当たりにしていました。久しぶりじゃない。すみません、南アフリカ以来じゃない。2年ぶりです。そんぐらいですか。お久しぶりです。こんな近くで見させてもらったことないです。まだ、あ、でもこの角度から見てみたいです。見てみたいって思う。やばい。ヘッド上げてるだけですもん。シュートの時とかもいつもどっちかっていうとこうやって蹴るじゃん。こうですね。うん、その延長でしょ。すくい上げる感じ。そうっす。ほら。シュウさんもお願いします。ありがとうございます。すごい。今度は新人。壁を越えるイメージでボールをすくい上げ、簡単にゴールネットを揺らしてみせた中村選手。そんな中村選手に日本代表10番の後輩香川選手について伺いました。やっぱり周りからもそういうプレーを求められる中での10番を背負っての中村選手から見て、香川選手10番を背負って戦う姿っていうのはどういうふうに見えてますか。7番の方が好きなのかなとか思いますけど。いや、7番は好きじゃないんですよ。信じる前はこう、なんだろうな、ちょうどこの、なんだろう、時代の流れというか、この進化する、はい、今ちょうどスピードがこう上がってる中で、少しちょっと他の人を意識してプレーしなきゃいけなかったりとか、うん、自分のプレーをもうボンってこう出し、全部が全部こう出しづらい、うん、そういういろんなことがある中で今一生懸命やってると思いますけどね。だから僕の方は簡単でしたよ。いやいや。好きなプレーして表現すればいいだけだ。そんなはずがないお言葉もありますけど。そうやって、そして中村選手が香川選手にエールを送りました。良さがすごい出る。今まで通りで全然もう素晴らしいと思いますよ。もう1年2年なかなかゴールできなかったりしたとしても、ワールドカップで2点取れば今まで苦しむというか頑張ってきたことが報われますし、間違ってなかったっていうのを信じてこれからも頑張ってほしいですね。個人的にはやはり、まあ、その10番という意味ではやっぱ俊さんも僕は見てましたし、やっぱ試合を決めてたんですね。まあ、そういう意味で自分もまずこのワールドカップ予選もそうですし、ワールドカップへ行く過程としてチームを成長するために、個人としてももっとそういうところでチームに貢献できれるようにしなきゃいけないと思ってますし、アウェーでの試合まず勝って、アウェーじゃない、カンボジアホームですね、しっかり勝っていきたいなと思います。実際に取材をした際、香川選手は俊輔選手にたくさん聞きたいことがあると話していて、取材の合間時間を惜しむように話を聞いていた姿が印象的でした。また同じ10番を背負った中村選手は大変さをよく理解していて、香川選手の代表での頑張りを称え、その才能に期待しているようでした。
カンボジア戦は9月3日です。